なこです。今日はとっても美味しいらしい2種類のドレッシングを手作りで作っていきたいと思います。皆さんはドレッシング手作りされたりしますか？私は普段はあんまりしないです。まあ、市販のドレッシングもまあ美味しいのいろいろあるし、まあ、ドレッシング手作りってめんどくさいかなと思って、まあ、サラダに直接塩コショウとオリーブオイルだけかけるとか、まあ、それぐらいですかね。ちゃんとしたドレッシングみたいなのは手作りあんまりしないです。なんですけど、やっぱドレッシング手作りって美味しいよって言ってる方結構いらっしゃるなと思って、前の会社の人にもすごい手作りのドレッシングこのレシピが美味しくてみたいのを教えてもらったこともあって、我が家は結構サラダたくさん食べるので、手作りドレッシングそんなに美味しいならちょっと作ってみようかなと思いまして、まあいろいろ材料を買ってきました。ちょっとね、手作りする様子を動画にしてみたいなと思います。やってきます。はい、まず一つ目はイタリアンレストランのキャンティンのドレッシングを再現するというレシピを参考に美味しいドレッシング作っていきます。オリーブオイル、醤油、玉ねぎ、人参、リンゴ、卵、ニンニク、チロのすりごま、これはアンチョビフィレ油漬け、あとは胡椒と塩です。はい、では作っていきます。まず用意するのはみじん切りチョッパー、みじん切りチョッパーなかったら普通に手でみじん切りすれば大丈夫です。あとはミキサーも使います。ということで材料入れていきます。まず、ニンニク、ニンニクが1かけです。ニンニク1かけをみじん切り器に入れます。リンゴは 25g、玉ねぎ 25g、 これぐらい適当にいってみじん切りチョッパー、人参も 25g、 これぐらいで 25g です。適当に切ってみじん切りチョッパーの中に入れたら、で蓋をして、こんな感じでみじん切りになりました。みじん切りチョッパーすごい便利です。はい、でミキサーを用意して、ここにみじん切りにした野菜を入れて、みじん切りにした野菜を入れて、あとは卵をね、卵黄と卵白に分けて卵黄の部分だけ使っていきます。卵黄を入れます。塩をちょっと、塩ちょっとと、胡椒2振りぐらい、アンチョビの缶詰を、アンチョビを2枚分を、みじん切りにします。細かくみじん切りにしたら中に入れます。オリーブオイルを 75ml、 75ml、 お醤油は大さじ2ぐらい入れます。あとは白ごまは大さじ1。はい、こんな感じで入れたらミキサーにかけていきます。シュッ、よしよし、完成。こんな感じです。めっちゃいい香りがする。はい、こんな感じです。クリーミー、はい、これは冷蔵庫に入れてもう一種類作ります。シーザードレッシング作っていこうと思うんですが、材料はこちらです。パルメザンチーズ、黒胡椒を飲むヨーグルト、マヨネーズ、ニンニク1かけです。次はさっきより材料が少ないので簡単です。シーザードレッシングを作っていきます。パルメザンチーズを大さじ1、だいたい大さじ1ぐらい、ヨーグルトドリンク普通の甘いやつ大さじ2、マヨネーズ大さじ4、大体でいいですね、大さじ4ぐらい、ピュッ、黒胡椒を、ちょっと少々、2振りぐらい、ニンニクを1かけすりおろして入れます。チューブのニンニクでもいいと思うんですけど、生のニンニクの方がより香りが強くて美味しいんじゃないでしょうか。蓋をして、ミキサーにかけていきます。はい、こんな感じ。こ
ちのドレッシングはミキサーじゃなくて普通に泡立て器で混ぜるだけでもできそうでしたね。よし、はい、ということで2種類のドレッシングができました。食べていきたいと思います。サラダ用の野菜も切ってきたのでこれで食べたいと思います。野菜の上にドレッシングをかけるっていう形でも美味しいんですが、もう和えた方がより美味しくなるということで今日はそういう形でやっていきたいと思います。めっちゃお腹が空いてるんですごい食べられそうです。はい、ここにまずはこっちめっちゃいい匂いするズルズルズルとかけてこれを和えます。こんな感じです。美味しそう。ではいただきます。あ、おいしい。おいしいですね。おいしい。こっちのドレッシングは前の会社の人がすごいおすすめしてくれたレシピで、キャンティーっていうイタリアンレストランのお店あるじゃないですか。そこのレストランのドレッシングがすっごい人気で、そこのキャンティーのドレッシングを再現レシピみたいな感じで、まあ、ネットでいろんな人がそういう再現レシピを出してるんですが、まあ、参考にちょっと作ってみました。ずっとこのレシピ作りたい作りたいと思ってやってなかったんですけど、今回ね作ってみました。いや、めっちゃ美味しい。材料揃えるのちょっと大変なんですけど、揃える価値はあるなと思います。市販のじゃなくて手作りだとやっぱフレッシュな味がしますね。なんかちゃんと野菜の美味しい味がする。結構量ありますね。まあ、あの生卵使ってるし生ものなのでなるべく早く食べきった方がいいかなとは思うんですが、まあ、塩分多いので、まあ、そこまですぐ炒むって感じではないと思うんですが、まあ、作ったら、まあ、その日中か、まあ、2、3日には食べた方がいいかなと思います。美味しい。あのサラダだけじゃなくて魚とかお肉の上に乗せても美味しいだろうし、キノコの上とかでも美味しいだろうし、ほんと何にでも合う、何にでも合うドレッシングっていう感じです。美味しい。今度このシーザーサラダ食べてみたいと思います。はい、この感じトロトロです。まあ、量はお好みで、しょっぱいのが好きな方は多めにかけて、結構私は薄味が好きなので、まあ、ちょっと少なめかな。ほーら美味しそう。見た目きっと変わんないかも。いただきます。美味しい。シーザーサラダも美味しい。このシーザーサラダって普通に市販のやつも美味しいですけどね、市販のやつよりもっとなんかレストランで食べるシーザーサラダみたいな味がします。美味しい。いや、これは野菜いっぱい食べられますね。シーザーサラダドレッシングってレタスとトマトによく合いますね。ひたすら食べます。おかわりしよう市販のドレッシングでは出せないような玉ねぎの辛みみたいなのがありますね。玉ねぎの辛みがあんまり得意じゃないよっていう方はリンゴをちょっと多めにして玉ねぎの量少なめにしてもいいかなと思います。ごちそうさまでした。はい、ということで今回は2つのドレッシングを手作りしてみるっていう、動画でした。いや、ほんと美味しいなと思いました。こっちのシーザーサラダドレッシングは手軽に、まあ、家に結構あるものでミキサーとか使わなくても普通に箸とか菜箸とかでさーって混ぜるだけでできる感じなので、まあ、日々の、あの食卓に、まあ、出していけるかなと思います。簡単で、でもレストランみたいな味でとっても美味しいです。こっちの最初に作ったリンゴとか人参とか玉ねぎとか
かアンチョビとか入れたドレッシングは材料ちょっとずつ集めるのがちょっとやっぱり大変かなと思ったので、大人数でホームパーティーとかする時とか、大人数でまあサラダ食べるよみたいな時に手作りおもてなしとして、まあドレッシング手作りするのがいいかなと思いました。たまにの贅沢で作るドレッシングかななんて思いました。味はどっちも美味しいです。美味しかった。こういう美味しいドレッシングを使うともう野菜ももりもり食べれて、なんか健康になりそうですね。はい、ということで今日はこんな感じの動画でした。まあ、ドレッシング手作りされたことないけどしてみたいと思ってる方いらっしゃいましたら作ってみてはいかがでしょうか。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録といいねボタンもよろしくお願いします。バイバーイ。なんで？あ、なんかすごいことしちゃった。いやー、すごいことしちゃったー待って、嘘でしょ。ちょっと待って待って、え、どうしよう。え、待って待って、ダメじゃん。いやー、ダメだ。ちょっと待って待って待って